はい、それではしげちゃんのレッスン講座で勉強した後は、今度は皆さんが実際にカラオケで歌ってみましょう。各フレーズの歌い出しをきっかけだけ私が出しますから、声を出しますから、一緒にちょっと合わせてね、歌ってみましょう。出会いはずが知ったり、たかやいでる皆さん、ちゃんと入れましたでしょうか。はい、それでは今度はオリジナルキーでフルコーラスを流します。でもこのオリジナルキーはちょっと高いですから、まあもちろんこれで歌えれる人はそれで構いませんけども、まあ普通はマイナス1かマイナス2ぐらいにしてちょっと歌っていただくといいかもしれませんね。まあいずれの曲も自分に合ったキーで歌われるということをお勧めしますのでね、まずは自分の合ったキーを探してみましょう。今回はオリジナルキーで流します。ぜひ頑張って挑戦してみてください。